申し訳ありません。私の確認がないので、ちゃんとしておけばよかったので、どうも信用しすぎました。すみません。本日は裁判の傍聴から報告しておりません。ご苦労様です。ありがとうございました。それではレジュメに従って進行を しますが、本日の司会は西尾綾子さんが事務局長をしますので、よろしくどうぞお願いいたします。大変皆様お待たせいたしました。貴重な時間をお使いいただいていただいておしながら、大変節外で遅くなりまして申し訳ございません。本日司会をさせていただきます伊達判決生かす会の事務局長の西尾でございます。どうぞよろしくお願いいたします。今日もお忙しい中でありがとうございます。それでは今日は第10回の口頭弁論だったわけですけれども、弁護士の竹内浩一先生からお話を報告をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。竹内です。本日たくさん集まっていただきましてありがとうございました。いいんじゃない、聞こえませんか。マイクいる、マイクあるでしょ。マイクあるけど電源が入らない。どこも電源が入らないんですね。裁判所もね、最初裁判官が、ね、入ってきて始めますって言ったけど、声小さかったんだけど、マイクは私入ってると思ったんですよ。でも入ってなかったんだね。で、私の耳の聞き間違いではなくて、機械が悪かったようで、で少しでも大きな声出したんで、裁判長もね、大きな声出しますと言ったんだけど、もともとやっぱり中身がね、何も分かんないで始めてますから、事前のね、情報なしにやってますので、それを理解できなかったかなと思います。今日行ったことはこのレジュメに書いてありますので、ちょっとこれを見ながら、ただやってないことっていうかね、予定外のこともありましたんで、裁判というのは結構ね、法廷で予定外のことも起きてですね、結構動くんですよ。だから全部予定通り、シナリオ通り書けるわけじゃないんで、一応予定原稿で書きました。で、何やったかという話なんです。今日はね、もともと承認の、ね、採用歳費を決める日と、はい、です、はい、ですね。承認歳費を、ね、決める日という予定ではあったんですが、ただそれ以外にもね、公用事項がいろいろ出まして、今日はまだ、全部は決めないと。ただし裁判長の言ってることを聞いてますとね、まず孫差さんを、ね、採用する気だなと非常にはっきり分かりました。それから もちろん土屋源太郎さんも聞く気だなというのはよく分かりました。ただ問題なのは、その坂田さんをね、本人は土屋さんだけっていうもんだから、ちょっと待ってと、坂田さん本人なんですね。しかも本人といっても、その当時の事件の当事者ではないけども、その後長い時間家族として過ごしてきた時間があって、その歴史的経過があるんですからと、本人じゃないと体験できなかったこともあるわけで、それを聞いてもらいたいんですという話をしたら、裁判長も右と左の裁判官と、立ち話ですね、珍しいですね、壇上で立ち話になるのは珍しいんですけども、一応そこへ掘って聞いて、じゃあ少し考えましょうと話になって、一旦その保留になりました。この中身から言いますと、まず調査嘱託自体がね、まだ今日にも返ってないというのは裁判長の答えでした。最高裁にも確認したそうです。でこちらはやっぱ返ってこない、返ってこればすぐ連絡来ると思っていたんで、今日まで連絡なかったもんですから、当然返ってないと思って、返ってないという前提で今日の手続きを進めました。で、この間の手続きですが、前回が9月26日の法廷だったんですけども、その段階ですでに証拠申し出書ということでね、承認の申請をしていたんですけども、それの採用を今日は決める日だったんですが、ただいろんな事情がありまして、検討中になりました。で、今日この上申書という紙をね、1枚用意します。これ今日の事前にですね、裁判長に今日はどういうことをしますということを予告したんです。で、こういう手続きをするのは実は珍しくて、大抵法廷でいきなりやるというのは私の流儀なんですが、今日なんかは段取りがね、いろいろ複雑な段取りになりそうなんで予告をしました。まず1番としては、7月の証拠申し出書で申請した真の特捜さんの、ね、本人尋問、
これは取り下げますということを書いてあるんです。志野さん、やっぱりご高齢と体力のことで、非常にこの尋問をするのは困難だろうと状況がありましたので、志野さんについてはペーパーで済ませようということで、であらかじめ刑事事件の最新事件の意見陳述書というのがあったんですけども、その意見陳述書の写しは裁判所に提出してありますので、それをね、見てくれということにしまして、ただし法廷での尋問というのは、訴訟者は取り下げますということにした次第です。それから2番目にやったことが、項33の1から5という書章を、ね、今回出しているんです。これ何かというと、アメリカ公文書館から吉田俊博さんが取り寄せてくれたですね、書類がありまして、そこには、例の公文書、3つの公文書、それを書章として出してあります。で、その立証趣旨を説明したんです。でつまりこの事件ではその公文書があるかないかについて被告側が、ね、争っているわけで、1と言ってるんですよね。だからそれがあるということを、ね、証明するために調査嘱託をしていたんですが、調査嘱託は結局出てこないということですから、まあ、こちらはそういうことは一応想定していまして、でこの間吉田俊博さんと相談していて、吉田さん自身が自分の名前で、アメリカ公文書館の方にね、本件公文書の取り寄せをね、請求するということをやってくれていたんです。そして結構時間がかかりましたが、今年の8月の初め頃に届きましてね、で今はそれは紙じゃなくて電子メールにくっついて送ってくるんです。そういう仕組みでやってるそうで、でそのデータをもらいまして、でそのデータは全部英語で書いてあるんですよね。どういう文章ですと、でこういうのを送りますと書いてあるんですが、その文章をつけて出しましたけども、英語でですと証拠にならないんで、吉田さん自身に翻訳をしてもらって、で翻訳文を別途つけて、それをその書章のまた一つとして出して、つまり吉田さんが会場申請やって、で法務書館から送ったものですということを一応それで証明してるんですが、しかし紙ですとね、裁判所は絶対に真理とは認めてくれないもんですから、じゃあというので、吉田さん本人、吉田さん自身の証人尋問を申請しますよという証拠申し出書っていうのを先週のうちに出してあるんです。ですがこれは前の証人よりもまた増えてるわけですから、まあ、裁判所の方もね、考えなきゃいけなくなっちゃったわけです。それもそこでもって立証しないと、この文書の申請性というのは立証できないかもしれないと思って出しました。そして今日の裁判官の対応は、あの様子を見ているとですね、本件公文書、このこと存在自体は認めそうな言い方をしてましたね。なんかそこはもうあるんですからみたいな感じで、はっきり言って吉田さんの尋問にやらなくていいでしょって、こういう裁判官の考えですよ。それで被告の方にも向いて、これ争わないんですよねって言ったら、争わないって言えばね、じゃあ吉田さんの尋問いらない話になるんですが、一応まだそこは保留しますと、この文書がアメリカから来たものだということ、今回、ね、出した文書がアメリカから来たものだということを、争わないとはまだ今日は言いませんで、持ち帰って検討してから返事しますという話になりましたので、じゃあその返事を見て決めましょうと。で、被告の方が、これはもう争わない認めますと、吉田さんがね、アメリカ公文書館が送ってもらったものなんだと、認めるとないらね、吉田さんの尋問いらないでしょって話になるんで、裁判所としては楽をしちゃうんだけどね。こちらとしてはその吉田さんの尋問申請して、もちろんこの公文書を今回取ったんだということはもちろん証言してもらうつもりだったんですけど、彼は当然日米関係の、ね、専門家ですから、そのこともね、私は突っ込んで、ついでに突っ込んで、尋問しちゃおうと思っていたんですが、まあ、そこは裁判所の方は、この文書のことだけでいいと思ってるらしくて、ただそこでもね、相手がこの文書、公文書館から吉田さんが取ったもんだということをね、認めないって言いやね、尋問しますよって話になるんで、今そこで攻め合ってます。でそこでもって、じゃ次の回に裁判所を決定します話になったんで、また1回延長になりまして失礼しました。ただこれで分かったことはね、真央崎さんと土屋源太郎さんは認めるつもりだなというのははっきりしまして、でただしその坂田さんについて認めないって話はないでしょということ でそこで裁判所に文句を言いまして、で考えてくれるということで一応なっています、まあ、どういうことを言う、さっき言いましたね、だそれは当然その坂田さんの生活的が、ね、あるわけですから、この例の裁判によってどういう、ね、被害を被ったのかということを法で述べてもらう。で陳述書はもうすでに出してあるんですよ、細川弁護士の方で坂田さんと協議して
事務所を作ってまして、どういうことをしゃべるという紙を出してあります。それからあと孫先生についてもね、この間私孫先生と会いましてヒアリングをしてですね、こっちが聞きたいことをなるべく簡潔に文章にまとめた、このまま法廷で簡単なものになるけども出しますよという話をして、その約束を守りまして出しましたら、裁判所もそれは乗ってくれて聞こうということになったので、その路線はもう多分これで固まったと思っていいんですが、あとは坂田さんをなんとかね押し込みたいなと思っているところであります。で、そういうことになので次回は1月というふうになってしまいましたけども、また次回法廷で承認を午後に決めますという話をすることになるというのと、じゃあ承認尋問の日をねいつにするかという話も、ね、当然ありますが、今日裁判所に一生懸命言ってたのは、法廷のその場でいつと決めちゃっていいんですかという話 でこっちがその事前に、ね、協議をしてから法廷にしましょうと言ったんだけど、裁判所の方はじゃあ候補日を、ね、いくつか提供しますからと、いついつという日をね、それでもって承認の日程調整をしてくださいと、でそしたらその日程合わせて裁判所も決めますと、こういう話になってる。それが多分ねよく聞こえなかったところだと思いますけども、この最後やり取りが長々とやっていた部分であります。ということで一応こちらの予定したことができてはいるんですが、吉田さんの尋問はね、裁判所は消極的だなという感じはしましたけど、これはね公文書が確かに公文書会にあったもんだというふうに認まるんならね、こっちは文句言いようないんですよ。それでいいんですよ。だからそこのあるいは牽制にはなったかなと思ってます。こうやって書書を出して尋問をやると言っている以上ね、そこはもう確かなもん。一応末波さんルートで来たものと今度吉田さんルートで来たものはね、2つ出るわけですから、ダブルで出るわけなんで信用性もだいぶ高まったと。そうすると公文書の存在自体は認めるんじゃないかなというふうに考えています。ただその上で裁判官にもう一つ言ったのは、末波さんについては承認は却下でいいんじゃないかということを言ってまして、これはその文書自体の信用性を認めるならね、存在を認めるなら末波さんの立証しなきゃいかんということはないので、それはやむを得ない。こちらとしてはもちろん末波さんに尋問できればね、末波さんの研究成果も少し喋ってもらうという話はあったけど、裁判所はそこは最小限必要なことでしかやりませんというんで、その文書が真実なものだというふうに認まったらいいじゃないですかということで、被告の方にもそう言ってたし、多分その路線で行こうと思っていると思う。あと残っているのは瀬田さんをね採用するかどうかで、新野さんについてはね、これは同じ時期にね同じ行動をしてますから、土屋さんの述べることで大体同じ体験をしていることが証言できますけども、坂田さんについてはそうはいかないでしょうという話をしました。でちなみに新野さん自体はもう当時のこと、もう証言することはさすがに無理らしいので、諦めようかと、その分は土屋さんの方で当時のことをお話していただければいいなと思って、土屋さんについてももちろん陳述書を私が作って出してありますので、砂川事件、砂川闘争、それからその後の裁判の時の経過、判決を受けたどう、ね、思って、それも罪判決をひっくり返ってどう思ったかということなどなどを書いた書面を出してあります。ということで一応こちらのラインナップは一応一通り、出して、実行できるなと思っているところですが、問題は時期ですよね。次の回1月の下旬号でしたから、じゃあ承認尋問いつやるかということになると、まずは3月ですね、早く打って3月に入ると。3月に入って、尋問やって、大抵尋問やるとですね、尋問やった後は最終準備書面っていうねものを書面を書いて、で法廷で朗読するということをやります。ですからそれ自体をやるのが今度は4月とか、5月ぐらいの法廷になるんじゃないかなと思います。でその段階で最終準備書面を出している陳述をやったところで、じゃあ決心して判決をしましょうということになりますから、判決の時期は早く見ても7月ぐらいかなというふうな想定をしています。この件はやればやるほど世の中に知られる事件なので、こっちは急ぐ必要全然ないのでして、でその裁判やってる以上みんな頑張ってやってねと、元気でやってねと思いまして、皆さん力を振り絞って、戦っております。ということで、7月とか、8月9月ぐらいに判決を出されるかなと思ってますけども、そこまでまず、仕上げていこうと。
で、その間にですね、伊達半ケース、66周年かな、かなんかありますね。その周年記念の行事をやって、でそこで私と土屋さんと相談してるんですが、孫崎さんにね、この証人尋問や、ここに証言してもらうということになるので、もっと話し合わなかったことがあるでしょうということになると思うので、講演会をね、お願いしようかなと思っていて、伊達半ケースの周年、66周年で、時間たっぷりとって、思う存分喋ってもらおうかなというのは今腹で思ってまして、でそんなような話もすでに孫崎さんにしてあります。あの講演でもお願いしたいと、あのそれはあのウェルカムだったので、まあ、日程は決まってませんけどね、やってくれるだろうと思っています。そういうこともプレミアムとしまして用意しておるところです。それで、そういうことを活動しながら、そして判決を迎えると、でその時期は当然判決後に記者会見やることになるだろうし、ただその判決本件はやっぱりその砂川事件の大法廷の判決についての裁判ですから、まあ、これを何としてもメディアに載せるということを大きな目標にしています。ですからその判決後の集会とか判決途中の集会、判決前の集会などなどメディアに取材してもらったりして、でできるだけ全国的にメディアに取り上げてもらうということで、まさに社会全体で大法廷にするという目的で広げてやっていこうと。でそれによってまた、だいぶ古い事件ではあるけども、今に通じていることなんだということが世の中に知られる可能性がありますし、そして憲法の、ね、学者の人たちも着目するだろうという狙いを持っていますので、そこでもう一回ステップアップしてやっていくと、こういう狙いを持ってやっています。以上で本日の経過をこのペーパーに書いてあることを大体お話ししましたので、以上私のお話はこれで終了しますので交代します。以上です。孫崎ウケルさんっていう人のことをもちろん全員が知っているわけじゃないので少しだけ復元してお話しします。孫崎さんっていう人はね、もともと外務省の官僚になった人で、その後ですね、ロシア大使館とか大使をねやって、ウズベキスタンの大使をやって現地へ行ったり、イランの大使もやっている人、それから外務省本局の国際情報局長という立場のお仕事もしていた人です。でそういうところは国際的なその情報を集めて日本の外交に生かすというそういう局の局長だったんですよ。ですからこういう日米関係、またその彼に特にお願いしたいのは、大使の仕事ってどういう仕事なのか、で大使が本国に送るそういう情報、電報手紙というものはどういう意義があるのか、重要性があるのか、また非常に重要な文書なんだということをね、ご自身の体験から証言してもらおうということでお願いした次第です。で、孫崎さん自身はね、反戦の立場、それから救助を守る立場の人ですから、そういう観点からも日米安保の問題が何だったのかということも話してもらえる、そういう場にしようと思っています。一応1時間の枠を取ってまして、その時間を取り上げたいなと思っています。大体いいですが、また質問がありましたら聞いてください。はい、竹内先生どうもありがとうございました。また竹内先生の質問はこの後時間を設けますのでよろしくお願いいたします。それではですね、原告の一人である坂田和子の方から、報告意見ですね、よろしくお願いします。はい、今日はどうもありがとうございました。証人尋問のところで、私については必要ないって言われたので、はっきり思いましたね。で、その家族のその子っていうことを
はその私でしか語れないということはありますし、もう一つやっぱり土屋さんと私の父では違う、すごく大きく違うところがあって、土屋さんは学生でした。で父はあの日本工科の労働者だったんですよね。でそこの違いって結構大きいんですよ。でその父はその、逮捕起訴されてすぐ解雇になりましたの で解雇撤回の反裁判闘争を17年間やってました。とその間非常に家族は安定しないわけで、それでやっぱり学生の人とあの職を持ってね、家族を持って学生の人は全然違うと思うんですよね。でそこはあの私が話さなくちゃなと思ってたので、あの最初 A4 1枚ぐらいでいいですかって細川先生に聞いたら、いやいやって言われて、一生懸命書いたのに必要ないと言われて、それはないなと思いました。でもしかしたらその、まあ、今日協議をするということだったんですけれども、あの陳述をする場がもしかしたらなくなってしまうかもしれないので、ちょっと書いた内容を少しお話ししたいと思います。ちょっと父のことをあの知っておいてもらった方がいいかなと思って。父は昭和4年の生まれで、2013年に83歳で亡くなりました。今生きているのは93です。で、幼い頃はですね、あの理髪ね、運動神経抜群で見栄えがとても良くて、と全て本人が言ってたんですけどそういう少年だったと自分で言ってました。で、あの中学1年生の時に父親を亡くしたんですね。で長子だったので母と兄弟4人、連れてですね、あの、力を合わせて生きてきたようです。あの 父はあの自慢するのが好きなので、あ大抵そうかなあのいくつか自慢があるんですけど、3つ大きい自慢なんですけど、1つ目の自慢は、神奈川県立一中に入ったんだっていうことですね。でその一中だぞって言われて、すごいだろって言われるんですけど、子供たちの反応はふーんっていう感じですよね。なんかね、なんだかわかんない。そしたらあの、いや全国に一中はあるんだけど、全国の中でもあの全国の日本の三番グラスと言われた一中だって言われて、広島一中と東京の一中、日比谷高校と神奈川一中がすごいなって言われて、ふーんと思ってたんですけど、ただ父が学歴を自慢できたのはそれしかなかったんですよ。というのはそのすごくもう母親も父親も大喜びでね、すごく誇りにしていた一中入学だったんですけど、あの留学してすぐですね、中学1年の時にあのお父さん父親が亡くなってしまったんです。でその学校を辞めざるを得なかった。でその後さっきも言ったように母親と力を合わせて苦しい時代を生き抜いてきたんですけど、あの戦争中ですからね、戦争激しくなるばかりで、横浜の家からリヤカーを引いて引っ越しをしたそうです。横浜の空襲が続いたのでね。で引っ越しをした翌日に横浜大空襲で、で父の住んでたところも焼けてしまったので、本当に間一髪で命拾いをしたということです。で16歳で終戦です。でその後あの終戦後もね、もう皆さんそうだったと思いますけれども、その頃いらした方はね、皆さんそうだったと思うんですけど、特に生父も大変な思いをしたと、母親と兄弟たちを支えて。でその父の2つ目の自慢が、二十歳の時に日本工科に入社したっていうことなんですよ。大きい会社でしたからね。で日本工科に入れて本当に良かったっていうことで、やっぱり家族も親戚もすごく喜んで、そしてあの鉄鋼労働者としてね、あのとても張り切って仕事をしてたようです。で組合の執行委員になって、そして砂川闘争に参加するようになります。であの砂川事件で逮捕起訴されるっていうことになるんです。27だか8だったと思うんですけどね。で当時その逮捕された7人の起訴か、逮捕されたのは20何人いたんですよね。で23で起訴された7人の中で父は最年長だったので、あの新聞等にも坂田茂とらとね7人っていうふうに書かれたんですけど、で2つ目の自慢まで言いましたよね。3つ目の大きな自慢がです、これが人生最大の自慢だというか誇りというか一番の喜びだったと思うんですけど、それが伊達判決です。でそういう事件を起こして、だけど無罪だったんだよ。それはもう私は何度も聞きました。あの高校の教科書にも砂川事件伊達判決って出てますから、これはお父さんがやった事件だみたいなね。そしてこの伊達判決って無罪判決を
判決もお父さんが勝ち取ったんだ、一人で勝ち取ったような言い方をしてましたけど、やっぱりそれは最大の喜びだったと思うんですよ。まあ日常的に自慢する人多かった、することが多い人でしたけど、それが最大だったと思うんですね。でもそれがやっぱり最高裁でああいうことになったっていうのは、その喜びが大きかった分ね、やはり非常にこう悔しい思いをしたんじゃないかと思います。ですから2008年に文書が発見28 2008年からですね、いくつもの文書が発見されるから、本当にもうこれは許せないと、なんて言うんでしょうね、こう日本でもだから文書はあるはずだっていうことで、土屋さんと一緒にね文書の公開を求めていろいろとこう動いてですね、でところが日本は文書を公開しないんですよね。だからそれが見つからない、でその準備をしている間に2013年に亡くなってしまいました。で再審請求を始めたのは2014年でしたね。でもうその時父はいなかったので代わりにやったんですけど、父のそのなんて言うんでしょうね、苦労してきたこととか、あとあんなに喜んでた伊達判決を勝ち取ったこととかね、そういうことを考えると、その後の裁判が公平じゃなかったということについてやっぱり黙ってるわけにはいかないなっていうふうに思いました。でこのことはやっぱりちゃんと裁判所で意見陳述したいし、証人尋問もしてもらいたいと思うので、今日なんか裁判所でそんな重大なことをね、あんなこそこそっと相談するんだと思って、じゃあ考えてみますって言われたのも随分軽くあしらわれたなと思って、最初は不必要ですっていうふうに、必要ありませんっていうか、土屋さんで十分ですみたいなことね言われて、でそれに竹内先生が「いや」ってこう言ったら「えっじゃあ」みたいな感じで相談して「じゃあもう一回考えてみます」って言われて、軽いなと思ったんですけど、うん、やりますっていうね決定を出してもらえたら陳述をしたいなというふうに思っています。はい、ありがとうございました。はい、坂田和子さん、どうもありがとうございました。それでは原告のもう一人、土屋源太郎から意見、挨拶お願いします。はい、ちょっと待ってください。どうもいろいろすみません。入ってんのか、入ってないのか、あ、入った。今ね、逆さんから話があった。もう何しろね、逆さんの思いっていうのはね、もう本当にいろんな思いがあります。大体そいつね、和子さんのね、尋問認めないなんて、こんな失礼な話はないですよ。もう絶対にね、やっぱり陳述をできるようにね、竹内先生には頑張ってもらわないと、ぜひ陳述をできるようにしてほしい。それで、まあ、裁判のね時も実は59年の57年に、要するに基地内入って、それでその年に、逮捕されて起訴され、で裁判が始まった。ところがね、その当時って学園内部も非常にいろんな問題を抱えましてね、鶴の闘争の評価総括を含めて、ね、反主流派との対立、それから共産党本部与党との関係も非常にそこで、対応するというようないろんな問題がありましてね、何しろ私は忙しかったというのは、都学連委員長をやり、それからその後全学連職長だったもんですから、何でしょう、学連の中の問題、それからもう全体運動に対するいわゆる指揮をしなきゃいけない、いろんな指令を出さなきゃいけない、それと正直言って共産党与党とのいろんな闘争もあって、その関係もあるから、結局ほとんどそっちにもうかかりかかかりつけっていうか、もう本当にそっちで注力してましたからね。そこの時って俺、親父が
その想定してこないっていう状況があったりして、泊まるところもないような生活を一応送ったりしてましたから、そうするとね、まず裁判にもね、時々僕は欠席するんですよ。そこ行くと武藤なんか非常に真面目ですから、ちゃんと出る。それで、ね、その時には居眠りもする。そうするとね、裁判所のあそこにいる職みたいにいるでしょ、それがね、言ってくるんですよね、弁護士から、ね、注意してくださいみたいなこと。そうすると坂さんがね、必ず言ってくれるのはね、土屋さんというのは、土屋君というのはね、大変な苦学生なんだと。もうアルバイトをしたり、夜は大変でね、この人はね、寝ずに仕事をしてるぐらいでね、そういう生活をしてるんだからね、まあ、そういう需要だからって言ってくれるんですよ、坂さんは。で、まあ、坂さんどこまで仕事してたか別としてもね、もう大変そういう意味ではね、こう、気持ちの温かいね、本当にね、兄貴分でしたよ。それで、実はこの打点決を生かすかい、例の公文書をね、新谷さんが発見されて、それで文章を見たとき、僕はこれはもう絶対打点決を広めなきゃいけないということと、この文書の情報開示を国に求めようということを何時を考えて、それで相談かけて、一番最初に佐賀さんのところへ電話した。前にも話したと思いますけど、当時佐賀さんはね、まだバリバリの党の川崎の市会議員でね、だったし、それは分かった。で、こっちはそれこそ除名処分になって、それもデカデカ新聞に載ったりいろいろしてたということもあるから、坂さんに電話してどうかな、大丈夫かなと思ってね、もう 2,3 日考えてたの。それでもやっぱり坂さんにまず話をしなきゃと思って、それで、思い切って電話した。そしたら坂さん、もう本当にね、20年どころかもう30年以上かな、もう時間経ってんのにね、いやー津屋君かーって、それで実はこれこうだったら、いや俺も聞いたよっていうことを言ってくれて、それこういうことで運動を始めたいと思ってた。もうそれは絶対、もう絶対やろうよって、もうあれは感激だったね、嬉しかった。そういうのを佐賀さんと二人でもうこの会立ち上げようということで、いろんな呼びかけもしたりいろいろして、まあ現在まで来たんですけどね、本当にそういう意味では佐賀さんの思い、まあそれもね、何回目の大会がの3月の何日かに始まりというね、3日前だよ、3日前にね、最後の打ち合わせの会議をやったの、自主労で。それでその日はね、俺はどうしても用事があって、大体帰りは飲み会になるんだけどね、でたまたまその日は僕はどうしても帰らなきゃいけなくて、で結局坂さんとね、吉沢と塩川と3人で、結局3人ともいなくなっちゃったんだけどね、ちょうど四ツ谷の僕が駅から乗ったもんで、四ツ谷の駅まで3人が送ってくれて、それでバイバイっつって、これから向こうは飲みに行くぞって言って別れて、3日後佐賀さん亡くなった。これには俺もびっくりした。もう本当にね、涙が出るよりも何しろショック。それで、ね、やっぱり佐賀さんがいてくれることでね、もうご承知の通り、私は時々も暴走もするし、勝手なこともやっちゃうもんですから、そういう意味で坂さんがいてくれるとね、歯止めにもなるんですよね。で、そういう意味で、それで、大体その歯止めになるやつは他にいないから、ほら。もう、吉田にしたって、俺に文句言ったって通用しないからね。だからそういう意味で、坂さんがね、いてくれたっていうことは、本当にね、何よりも心強かったし、会としても大変ね、安定した運営ができた、
ということが何よりも言えますよね。そういう意味ではもう佐々木さんの思い、本当にね、大変心強いと思いです。それと、まあ、さっきも竹内先生お話しあったんだけど、この国賠訴訟もなんと、もう3年だよね。まさか3年もね、裁判やるとは、竹内先生も考えてなかったでしょ。考えてた。ね、考えてない。本当考えてないよ。ところがこれ3年どころじゃないわ。今の調子でいきゃ、一審判決が4年で出るか、まだかかるかだよね。まあ、こんな裁判なかなかないと思いますよ。その上今度は上告があるから、高裁に行って最高裁まで行かない。だからね、まあこっちもね、これが生きがいみたいなもんだから、なんとかね、元気で生きていかなきゃいけないなと、日々思ってます。で、それともう一つね、実はね、さっき吉田さんの話出てたでしょ。それでね、実はね、打ち上げ話を言うと、裁判長が、国がね、ふちふちっていうもんだから、先生の方からも、要するに職責調査をということを裁判所に提案したわけ。で、最初は蹴飛ばすかと思ったよ。先生とも相談したときに。裁判所はそれが。ところが、なんと受け付けたわけ。ところが、受け付けたらいいが、どうも非常に難しい経路がある。最高裁にまず行って、最高裁から今度は、その、法務省か、外務省かに行って、それから、アメリカ大使館へ行って、うんぬんって、もう大変なあれがあって、途中でこうなる可能性が多分にあるということが、どうも見えてきたわけね。それでね、あれを嘱託調査を受けてね、半年くらいかな、3ヶ月くらいかな、ちょっと忘れちゃった。けどね、このまま行ったら、もしかすると殺されるから、こっちで逆に、情報開示を請求するという手はねえかなということを実は考えたわけ。それでそれにはね、うちの名前でやったんではとても、それは結構ね、警戒される。で、考えてね、あ、吉田君がいい。っていうのは彼、俺のね、大学の後輩でもあるんだよ。で、彼とはいろんなあれもあるし、まあ、変な話、どうせ俺が頼むが嫌だ。いう計算もあったもんだからね。で、竹内先生にもね、こういうことで吉田君に一発ね、情報開示をやってもらうということをね、やってもらおうということで、それで吉田君にね、実はこういうことで、あんたの名前でね、一回請求してみてくれるかって言ったら、彼も喜んで、それはね、やった方がいいから、やりましょう、やりましょうって。ところがね、正直言って、ね、彼のもね、半年以上かな、なしをつぶって、なんもねえんだよ。それでね、やっぱりこれもやばいのかなと思ってね、で、ようやくにね、ちょっとつまんけどさ、このまんまじゃ、どうも様子がわかんねえよって言ったら、彼がね、いや、じゃあね、いい手があるって、今ね、メールでやり取りで向こうの、いわゆる公文書館ってね、それができる方法があるっていうんだけど、あ、それじゃあさ、それで一発ね、向こうとあれしてくれるかって言ったら、彼がね、やってくれたの。そしたらね、返事が来たんだよ。で、なんて来たかっていうとね、現在コロナで職員が手不足で、まだ調査ができないので、しばらくお待ちくださいって。これ聞いたときにね、よかったと。ね。出さないっていうことじゃねえんだと、これは。向こうは向こうで受け付けたことが確かだし。ね。だからいつか出てくるかもしんねえなと思った。そしてね、1年ぐらいだね。1年以上かね。8月に。ね。そして、もう一回ね、吉田さんに、もう一回向こうをケツ叩いてみてくれるって言ったら、彼やってくれた。そうしたらね、それからね、1週間か10日ぐらいだよ。
予算から電話って、北さん出てきたよって、3通とも出てきたって。ただ要するにメールのやり取りだから文章じゃなくて、その電信で全部来てるから、それでそれを結局証拠としてね使うようなことになるという、それで竹内先生といろいろ打ち合わせして相談してっていうことで、竹内先生とね矢沢君がいろいろやってくれて、さっき先生がおっしゃったような手続きまで進んだという状況なんですよ。でこれがね、実は隠し玉だったわけで、どこでこの隠し玉を出そうかということで先生との作戦をしてたら、先生は今日のところでその事前にまず裁判長の方にそういうことがあるということを出しておいた。フェアなやっぱりやり方の方がいいだろうと、あんまりこっちがねこう不意打ちみたいなやり方をするのはやっぱりフェアじゃないかっていうんで、先生はねやっぱり正攻法でいこうという、大体俺はどっちかというと正攻法あんまり好きじゃないからねやけどばっさり やりたい方だから、その方が面白いから、ただ先生はやっぱりさすが正攻法でいこうと。それで実はそういうことで今日そういう状況になったということで、ですからね、まあ被告の方もどう受け取ったか、このことを淵と言ってたところが実際が現実で今も出てきちゃったと。で裁判長自身もどうなんですか先生、うん、困るっていうか、どうなんですか。さっき言ったように今日の感じではね、そういう文章はね、新しくこっちも出てきたと。で、ですからいつも出てるわけだから、やっぱりその信用性は合うんじゃないかと思ってる節がありますね。ですからこれを認めて、存在すること自体はね、認めようという不安になっていると私は思ってます。だからもう議論は中身の議論になりますけどね。はい、まあもちろんね、それが判決にどう影響するかというと、確かに一つ問題はあるんだけど、ただこういう事実があって、最終的に職責調査の公文書が出てこないということは、いかに公文書を隠し通そうとしているかという事実、これを明らかにする一つの手段には我々運動の中でできるんでね、大いにその辺は今後、まあ、今の段階ではなくてね、向こうの態度が明らかになった以降、まあ、これも一つの運動としてね使えるんじゃないかというふうに思ってます。でそういう意味では本当に吉田君にはね改善してるし、大変助かりました。まあそんなことがあったことだけをご報告して終わりにします。はい、白さんどうもありがとうございました。それでは、ちょっとお時間を取りまして、会場の皆さんから今日の裁判について何かご質問があれば、竹内先生、土屋さん、坂田さん、いずれの方当ててもいいですので、ご質問があれば挙手をお願いします。マイクをお持ちします。今日の口頭弁論じゃなくても、その今までの経緯含めてでも全然結構ですので、遠慮なくどうぞよろしくお願いします。はい、はい、お持ちしますあ、すみません。今日 の裁判所でも公の36号証で電子メールで送ったということで、この上申書の下にもこのアメリカ公文書館から来たいです。さっき の報告でも、土屋さんの報告でもありました。このどういう内容で来たのを、どういうふうなんでこの提出したんでしょうか。そうですね、要求した文書は例のマッカーサーと田中幸太郎の、ね、そのやり取り、そのことがアメリカの国務省にマッカーサーに対して報告されているんですよ。その文書そのものです。で電報と航空郵便で、マッカーサーからアメリカの国務省にね送られているんです。でそれが、まあ、末延さんとかの、ね、力で出てきたんですが、それが今も公文書館にあるよということを証明したくて、現にあるんだからと。で、それを
するために送ってきた文書、PDF でね、電子で来たんだけど、そいつを印刷して、で、書章の番号をつけて、こう、第33号章の12345ってのをつけて、で、送った。で、その中には、その送った文書自体が、一番最初の文書は英文だったもんだから、それを翻訳してくれたのは吉田さんです。そういうことで申請があったんで送りましたよと、そういう文書なんです。はい、そういう形で出せます。はい、ありがとうございました。はい、共同代表をやってる島田ですが、2つのことだけ喋らせてください。一つは今日裁判傍聴してたんですけども、僕が最近耳が遠くなったせいなのか、細かい話がほとんど聞き取れなかったんです。でやっぱり裁判が公開でやられるということは、傍聴席のみんなに声が聞こえるように裁判所が配慮しなきゃいけないんじゃないか、このことをぜひ何らかの形で今後要求していっていただきたい、これが一つです。もう一つは私ここで発言させていただいて退席するんですが、スラガー闘争以来ずっと僕立川に住んで立川基地反対の運動をやってるんですけども、ご存知かと思うんですが、陸上自衛隊のオスプレイが今木更津基地にいるんですけども、それが来年1月から立川基地に飛んできて立川で実戦の訓練をやるという通告が今月の初めに防衛省から立川市にありました。それで砂川闘争をやり、あるいは伊達判決が出たような戦いをやって米軍基地を追い出したのに、その立川基地が今自衛隊の基地になっていて、そこで横田だとか沖縄では米軍のオスプレイが頻繁に訓練やっておりますけど、日本の自衛隊のオスプレイが立川基地に飛んできて実戦の訓練をやる、ホバリングやりながら人を吊り下ろしたり、あるいは荷物を持ち上げたり離着陸の訓練をやったり、決められた時間通り目的地まで飛べるかどうかという訓練だとか、そういうのを立川でやるという通告が来たんです。私たち地元民としては絶対これは許せないということで、今日実は立川の市民連合が立川の市議会議員や住民の方々に集まってもらって、これにどう対処していくかという会議を6時から立川でやることになっていて、僕が招集の責任者でもありますので大変申し訳ありませんが、これで退席をさせていただきたいと思います。立川にオスプレイが来ないように、またいろいろ皆さんにご支援をお願いすることになると思いますが、よろしくお願いいたします。すいません、ご苦労さん。はい、どうもありがとうございました。空飛ぶ棺桶オスプレイですね、本当に日本の上空飛んでもらいたくないです、本当にこれ以上。はい、どなたか他に質問ございますでしょうか。お疲れ様でした。はい、はい、はい、じゃあ竹内先生お願いします。承認の方ですけどね、今日の状況で、まもさきさんの、ね、疑問を実現できそうだというところですが、まだ全体はまあ途中ですので、まだ確定した話じゃないということで、ちょっと控えておいてください。はい、ですから、まだまもさきさん疑問やるぞみたいな宣伝、このオープンな形で宣伝するのはちょっと待ってください。やっぱり確定、決定しないことには、こっちは心配で、裁判所はね、どこでひっくり返るか分かんない。また裁判所にどこから横やり入るかも分かんないということもあるので、そういうことをご配慮いただきたいということです。はい、まあ、この皆さんの情報として持っていっていただきたいなと思っています。以上です。はい、他にどなたか会場の方から質問があればよろしくお願いいたします。挙手をお願いいたします。遠慮なくどうぞ。
はい、よろしくお願いします。お待ちします。あ、すいません、最初に裁判所から出た被告側に南欧省を陳述されますねと言ってましたけど、それはどういう内容だったんでしょうか。被告側の事務所内が、ね、一本出てるんですが、これはこちらの、ね、訴え変更をしてるんですが、つまり、坂田さんは茂江さん本人じゃなくて相続人なので、請求額を減らしてるんですよ、相続分に応じて。でそれに対しての弟書面です。それでは形式的な話だけですから、中身についての論争というのは一切ありません。はい、分かりました。はい、それとね、聞こえなかった人いるかもしれないけど、罰金の問題でね、要するに罰金をその返せと、支払ったのを返せという告発に請求してますよね。それでそのね、罰金の支払い日について、その私もちょっとね、記憶がないんですよ。で佐賀さんも亡くなったもんでわからないんで、それでその確認をするということで、今日あれしたら、なんかそれも調べるって言うんでしょ、国が。あ、はい、それは裁判外でね、罰金払った日ってのは国は分かってるでしょって言うんで、そう、ご覧なさいっていう書面に出してあるんです。それに対して前回が調べるのは結構複雑で難しくてって言ってましたけど、調べると言ってたんですが、一応調べが終わったみたいです。で回答書を出しますと今日言ってました。で私が念押し確認したのは、今口頭でいつということはないけども、書面で回答するんですねと。で書面で回答するときに、つまりいつという回答が、ね、できる段階になったんですねと聞いたら、そうだと言ってました。一応調べがついたということで、じゃ書面で罰金払ったのはいつですと、こういうふうに回答が来ると思っています。はい、というのはね、その日にちがね、必要なのは、その要するに罰金にね、金利系がつくということなんだよ、この間の。で一応、金利がどのぐらいになるかという計算の基準を確定するためのことだということなんですよ。でただ、それが判決でね、もう返せということが出ればだけど、結局一応念のために調査をするということの意味なんです、それは。どうぞ。中村と言います。大変なお話を申し上げでした。で、後半に、今日初めて参加させていただいたんで、ちょっと経過についてちょっと不明確な点があるかもわからないので、ちょっとお聞きしたいんですけど、その先ほど来言われているそのアメリカ国務書館で発見された文章をですね、その、田中幸太郎とアメリカ側とのやり取りという文章ですけど、その文章がその証拠として正式にその採用された場合ですね、そのどういう扱いになるんですか。その証拠そのものを公判廷で調べるということなんですか。それともまだはっきりしないところは、それを発見してきた吉田さんを通じて、その文章のその信憑性だとか、その中に書かれていることを公判廷でその調べるという、どういう扱いになるんですか。もうちょっとご説明いただけませんか。はい、民事訴訟の場合ね、証拠というのはまずその主張があって反論があります。そこでこっちが主張したことをね、認めるといえばね、もうそこから証拠したわけです。いらなくなっちゃうんですよ。だこういう公文、こう書いてある公文書があると、当時あったということを主張しますから、相手がそれを認めるって言えばね、もうその公文書自体を調べる必要ないんです。ただし本件では相手国は不知って言ってますから、そうするとその証明しなきゃいけないのはこっちの立場になるんですね。原告は証明しなきゃいけない。でこっちの証明方法としては、まずコピーを出してあります。この末並さん、深川さん、新原さんが取ってきた文書のコピーを出してあります。それは写しです。ですから原本は公文書館にありますから、公文書館に行って原本を見るわけにいかないんで、で方法論として調査嘱託という形で裁判所から直接ね、法務所管に連絡をして問い合わせをして、いろいろ期間を挟むんですがね、で問い合わせをして帰ってくれば法務所管にその文書があると
ということが証明できるんです。それを一番にこちら追及しました。ただし出てこない、どこかに握りつぶされるかもしれないという話があって、じゃあ別ルートで、吉田さんに請求してもらって、で出てくればね、そのやっぱりそれは写しなんですよ。 PDF データできますから、原本はないの。ただしその対しあちらとしては、その原本の写しだって言ってメールを送ってきてるんですよ。だから原本の写しだってことを今度証明しなきゃいけない。でそれで証明する手段は紙に書いてあるからいいってもんじゃなくて、やっぱりそれを確かにアメリカ公文書館から送ってもらったんだということを証明しなきゃいけない。でその証明する方法として、パソコンを持ってきて中を見させるわけにいかないんで、吉田さんに自分が請求して受け取ったんですというところまでは言わせようと思っていて、あそれでもね、それ信用できないって言われたらそれ気になるんだけど、だそういうこっちは、ね、手をしなかよ品を変え手段を立証してるということによってね、全体の信用性が高まっていくだろうと。須田光さん、新原さん、深さんが取ったというルートと、ただ吉田さんが取ったというルート、こういう2つのルートがあることによって、公文書館からこの文書を取ったんだと、公文書館には今もあるんだということは証明できるという作戦でやっています。はい、ありがとうございました。他に会場の方から誰かご質問ございますでしょうか。どうも皆さん、会場が使えるからね、使えるのも大丈夫です。意見交換にして、はい、じゃあですね、もうちょっとまだ時間使えるんです、この会議室。じゃあ、質問なり、あとご意見とかございましたら、どうぞ挙手でよろしくお願いいたします。マイクをお持ちします。何か、この裁判に関して。はい。裁判以外でもいい。すいません。裁判以外で一つお願いがあります。というのは、現在ね、ご承知の通り、この皆さんの中でも賛同している方がいると思いますが、沖縄意見広告の運動をやってるわけですよね。で、これもね、来年で14期目になります。ちょうどうちの内同じぐらいの期間やってるんですよ。それで、私もそれの世話人の一人でいるんですけどね。今回もまた来年、6月の朝日新聞に大きく、意見広告を掲載したい。で、ことにね、今回非常に沖縄の中で問題になっていますのはね、いわゆる米軍基地の問題だけではなくて、ご承知の通りね、台湾問題、米中の要するに、対立の中で台湾問題を利用して、今沖縄周辺諸島の島々に自衛隊基地を非常に作って、そこにミサイルを配備するということで、どんどん計画が進んでます。で、残念ながらね、沖縄はね、いわゆるね、市長選にほとんど負けちゃってるんですよ。残念ながら、もう宮古とか伊江島とかいろんなところ いくつもありますけどね、大体そこの市長選も負ける。で、この間もその沖縄の市長選も負けるというようなことでね、いわゆる国政の参議院選挙と県知事選だけが何とか勝ったという状況で、というのはね、大きい声では言えませんけどね、そのオール沖縄の中のやっぱり分裂が結局、ご承知の方もいると思います、起こってるわけですね。そういう意味ではね、非常に今大事な時期にかかってますので、できましたらこの沖縄の意見広告運動にできるだけ多くの方に賛同していただきたいと思ってますので、できたらですね、チラシが現在できているので、もしチラシを巻いていただけることができる方がいましたら、私宛にね、何枚どこへ送れということをいただけると大変ありがたいので、もし今日帰りまでに書ける人がいたら書いてください。
それでもし書けない人がいましたら大変恐縮ですが、私が今ねほとんど字が見えないんですよ。目が悪くて残念ながら、2週宛てにできましたら送り先と枚数何枚配れるよということがありましたら、ぜひ配っていただいて、なんとか来年のねこの運動をしっかり、展開していきたいと思ってますので、一つお願いです。よろしくお願いします。今ですね、土屋の方からお話がありました第14期ですか、沖縄県広告、こちらの方に賛同いただける、それでチラシを巻いてもいいよ、配ってもいいよっていう方がいらっしゃいましたら、今日この報告会の場所の地図の紙がちょっと余ってますので、それ受付表は受付表で今日コロナ対応のために書いていただければと思いますので、受付表は受付表ですいません皆様書いて出るときに出してってください。でこちらの紙が余ってますので、西尾に言っていただければお配りしますので、今手を挙げていただければ、はい、もしくは終わった後に一緒に言ってください、はい、じゃあ手を挙げている方に今この紙渡しますのでお願いします、はい、紙いただき欲しい方は手を挙げてください。こちらの方に郵便番号、住所、お名前、できれば電話番号、それから必要部数も書いていただけますとありがたいです。どうぞよろしくお願いします。もしくは後で後日電話いただければ、ニュースレターにも電話がありますのでお願いいたします。ニュースレターに西尾の電話番号が書いてありますのでよろしくお願いいたします。途中誰かいました、手を挙げた方。いや、まだまだいただいてない方、紙いらっしゃったら遠慮なく手を挙げてください、はい、あと他にご意見等ございましたらよろしくお願いいたします。ご意見とか感想とかざっくばらんに何かここで言っておきたい、皆さんに知ってもらいたいことがあるとか何かございましたら